さあ、おにぎり2017年の春夏の新しいモデル入ってきますが、おにぎりの石田さん、こんにちは。いつもありがとうございます。今年もすごいのが出てますね。かっこいいですね。教えていただけますか。はい、よろしくお願いします。まもなくこういったカタログが店頭に到着しますんで、ぜひご覧になってください。はい、順に説明してまいります。はい、まずですね、サイコシリーズですね。サイコシリーズ定番ですよね。やっぱりオーダーするのは皆さんおにぎりサイコシリーズですよね。はい、サイコシリーズの、ショートジップのバリアタイプです。こちらも、毎年好評いただいているシステムです。着脱が非常に容易で、はい、水が入りづらいシステムです。でバリアの、間から水が入ったものは全てこのドレインホールから水が抜けるシステムになっております。非常に人気があるので、どんな体型の方でも着用できるスーツになっております。続いていきます。続いてはサイコフューズになります。サイコフューズ、はい、ごめんなさい、サイコフューズになります。すいません、こちらになります。フロントジップのタイプです。片側が、右肩部分がクローズになっているので、まあ、水が入りづらい、スーツになっております。で、今期に関しては、フロントのファスナーを開けていただきますと、左肩部分と右肩の部分に大きく切れ目が入っております。これを広げることによって、まあ、非常に開口が広いというのが特徴です。フロントジップイコール着づらいというイメージがある方、ぜひこちらの当社のサイコフューズを試してみてください。チャックは赤なんですか。はい、こちらは簡易防水ファスナーになっておりますので、水の侵入が非常に少ないファスナーを使っております。なるほど、かっこいいですね。はい、で、最後ですね、サイコシリーズの3番目です。サイコゼンですね。一番人気の定番ですね。はい、一番人気の商品です。一番オーダーが入る、はい、ノンジップのシステムを採用しておりまして、ファスナーを開けると、右の肩の黒い部分、プリントジャージが入っている左の肩の部分に大きな切れ目が入っています。これを広げていただくと非常に、すごい伸びてますね。開口が、これは楽そうです。さすがです。どんな体型の方でも着用ができる、ノンジップになっております。こちらが、最後の3シリーズになります。はい、ありがとうございます。続いてです。ちょっと今回初めて登場するアイテムです。ハイパーフリークという商品に新しいエントリーシステムが登場しました。こちらがですね、フロントに、マジックテープがついております。これを、締めていただいて、海に入っていただくんですが、最大の特徴はフロントにファスナー、ファスナーではなく、マジックテープがついていることにより、合わせが自分できっちりできるということが最大の特徴です。本当だ、これ新しいですね。柔らかくて軽そうですね。はい、今まで、ネックエントリーを着ていて、着づらいなとか壊れるなという方、脱ぐのも大変でしたもんね。はい、それの実在の、スーツとして登場したのがこのハイパーフリーク2という商品。ハイパーフリーク2、新しいですね。これまた、はい、すごいの作りましたね。で、フロントに大きなバリアがついているので、フロントから水の侵入が、限りなく少ないアイテムになっております。こちらもし評判が良ければ、なんとかこの冬リリースをしたい、アイテムになっております。冬も出ると嬉しいですね。こういうスーツが楽しみです。よろしくお願いします。運動性が、ずば抜けた商品になります。なるほど。で、続いて、ハイパーフリークですね。昨年から、登場しました。これ結構去年もオーダー入りましたよ。はい、後ろに、一切、着がないジッパーレスですね、はい、のシステムです。で、首の、マジックテープ一つだけで、ロックをしてもらうシステムです。非常に運動性を重視する方に関しては、非常におすすめな商品です。反物の商品ですね、まあ、シーガルですとか、スプリング等にも、非常にふさわしいエントリーシステムだと思います。さすがです。で、最後になります。はい、こちらの、クラシックラインになります。これまたおしゃれで可愛いですね。ずっとここ数年非常に人気のあるネオクラシックスタイルのタイプです。はい、後ろのファスナーシステムに関しては、
ショートジップのバリアタイプを採用しておりますので、年配の方ですとかちょっとこう体型が気になる方も非常に着やすい設定になっていますというところです。で、今季はですね、当社のライダーである湯川雅人くんが企画しているアライブというブランドがあるんですが、このアライブの、プリント生地ですね、バラですとか、ヤシの木ですとか、クラゲのデザイン等もありますので、他のユーザーとちょっと差別化を図りたい方に関してはぜひこういったアライブとオニールのコラボレーションのプリント生地もおすすめになっております。このアライブの生地はこのクラシックラインしか使えないんですか？はい、一応クラシックラインのみでの展開を考えております。了解です。あとあちら新しい柄が出てますよね。はい、これはこちらの方で出てる新しい色なんですか？はい、スカイカラーと言いまして、スカイレッド、スカイブルー、スカイグリーンといろいろあります。おしゃれですね。綺麗な色ですね。非常にアメリカで、流行っているカラーを、USA オニールといろいろ共同開発して、今回リリースした、プリントジャージになっております。皆さんぜひ色も豊富でかっこいいです。お楽しみください。石田さんありがとうございます。ありがとうございました。またお願いします。お願いします。